を呼び出されて買っております。よろしくお願いします。だいぶ YouTube 慣れてきたんで、どんなトラブルの時もとりあえず回していこうという、そんな精神に最近YouTube 精神を叩き込まれた感じですね。ちょっと先日上げた動画に対して反響というか反応というか、あのクレームが入って呼び出されたので。呼び出されたんですか？そう、呼び出されたんですよ。呼び出されて向かっております。どんなクレームですか？何を言われるんだろうねって感じ。この間バンド名を書いたじゃないですか。はい、元々クレイユーキーズっていうバンドを、あのまあユイもそうだし、みんなとやってるじゃないですか。はい、その仲良くやっていたクレイユーキーズっていうバンドをもうちょっとあの引き締めて、ちゃんとしっかり活動していくぞって意味合いも込めて、オーシャンズイレブンにちなんでオーシャンズっていう名前に変えたんですよ。はいはい。それがどうもなんかよろしくないっていう連絡が、よろしくないっていう連絡がというか、おいおいっていう話になりまして。はい。でまさかその角度のところから来るみたいな、そっち系みたいな、みたいな話のところから連絡が入りまして、なんかいろんなものがうまくいってるとなんかおかしいなって思うんですよ。最近なんかいろいろうまくいってたんですよね。やっぱりなんかあったよね。そもそもどういう経緯で連絡が来たんですか？まあ、僕も知り合いの中にその上場企業の社長さんたち結構いて、その中の一人、その上場企業の社長さんから連絡が来まして、でちょっとクレイサーみたいな、あのこういう連絡が来てるんだけどって、対応してもらっていい、対応してもらっていいみたいな。でその流れ的に何をとか、どう対応していいのとか、そういうなんか聞く空気でもなく、とりあえず向かってるって。じゃあお知り合いを通じて、うん、その方から連絡が。そうなんですよ。まあ知り合い、先輩かなを通じて、ちょっとお前いやクレーさん知り合いが多いですからね。ミュージシャンの方に名刺をお渡しするのもどうかと思いますけど、あのオーシャンズの元ウェブの編集長。なるほど、なるほど。原と申します。オーシャンズっていう場合で。すみません。なるほど。そうなんです。はい。今なんとなく心当たりがある顔をされましたね。あ、そう。そう、まあそうというか。なるほどね。なるほどですね。そうですよね。そうです、そうです。そうですよね。そう、最近、ね、いろんな芸人さんとかも、はい、あの解明するみたいな、あのいろんなルームありますけど、はいはいはい、あれっていうことがあって、はい、さ
あの存じ上げておきそう。そうですね、あのうちのね、ラスボスからの呼び出しですからね。そうですよね。YouTube でね、はい、あのそれを見たときは、はい、ぎょっとしましたよね。そうですよね。そうですよね。はい、まあ、マジでっていうところから、はい、ただ、そうそう、あのぎょっとしながら、はい、でもなんで僕らはそこで、そういう動画を流させてもらったかっていうところがむしろ大事だなと、うん、で今日こうやってお話をしたかったのも社会にどう貢献するかとか、うん、あのウェルビーイングなんだろうとか、はい、まあ、そういったことを僕らはどんどんこう届けていきたいんだけれど、そこが一致してればいいなっていう、うん、でここが一致してなくて16個上のオーシャンズにあの同じ名前っすみたいな16周年なんで、そうなんだ。なるほど。そう人間で言うともう高一、はい、高二なんだよ、はい、すいません。そうですよね そ, うですよね。そこが一致してたらむしろ一緒に、はい、あのそういったことをこう盛り上げていくパートナーみたいなことで、はい、あのできればいいかなと。だからそこの意思確認はさせていただかないと。なるほど。あの後でこっちが食われても困るし。確かにその なんでなぜ何を、うん、あのもっと大きい意味で追求していかなきゃいけないっていうのは思いました、はい、実はですね、はい、今日ですね、はい、あのうちのスタッフが向こうでいまして、はい、実はあります、ね、実はですね、すいません、さりげなく回させてもらってたんですけど、あの後でちょっとピースじゃなかったらお蔵入りにさせようと思ってたんですけど、はい、なんかいい話をできそうなのでちゃんと回してもいいですか。ああもちろんもちろん、いいです。あの最初入ってきた時に、はい、あれとは思ったんですよ。海外のね、はい、セキュリティみたいに、はい、後で気に食わなかったら全部怖い怖い。なるほどなるほど。ということで、あのちょっと森川さんちゃんと撮っていいそうなので近くに来てもらってということで、改めて、オーシャンズのウェブの編集長の原さんです。原と申します。よろしくお願いします。オーシャンズのプレイさん。そう、オーシャンズのプレイです。なんかすごいタイムになってる。オーシャンズバンド、オーシャンズは、はい、どうリーダーって言われるんですか。まあリーダー、そうですね、うん、リーダー、プロデューサー。あ、プロデューサーか。で、あのなんならあのなんだろう、自分がフロントマンとして立って引っ張っていくっていうよりは、うん、なんか指揮者であり、うん、ボーカリストを立てて、ユイ、去年の特上位のライブ、ユイがいたり、うん、あのそれぞれでフィーチャーするボーカリストがいたり、はい、だから本当にコミュニティを大きくしていきたいとか、うん、ちょっとだからさっきちらっと出てたウェルビーイングっていう話も、はい、すごい小難しい話をすると、うん、世界的には GDP っていう指標から、うんうん、ウェルビーイング、どうやったらその心豊かに暮らしていけるかみたいな指標に変わってくるじゃないですか、はい、だからその中で僕らも、うん、例えばバンドエンタメを通じて、あの地域それぞれ全国、うん、いろんな地域から明かりを灯していって、うん、最終的に集まって日本全体が明るくなればっていうのはもちろんあの、はいはい、根底のテーマとしてあるんで、うんうん、そういう意味ではなんか通ずるものがあるのかなって思ってました。そうですね。まあ、ちょっとここも、はい、あの真面目な話にもなってきますけど、僕らも創刊16周年で、はい、私としては16年やってきて、でデジタル版はあの今年が5周年になるんですけど、うん、その中であのやってきたことっていうのは、あの一般的には多分ファッション誌と捉えられてることが多いと思うんですけど、あのあくまでライフスタイルの、あの活性化なんですよ。もうやってきたことは。なるほど。そう、ファッションっていうのもライフスタイルありきのファッションで、僕らが扱ってきたものっていうのはそのトレンドのファッションではなくて、はい、だからあのオーシャンズっていう名前からあるように、その海であの楽しく暮らしたい人のファッションと街であの楽しく暮らしたい人のファッションって明らかに違ってて、確かに。そう、それってトレンドより本来は大事なことで、気持ちよくありたいとかっていうことを僕らは提案したい。もうよりリアルなファッションってどういうことなんだろう。でその先にはライフスタイルがあって、その自分本位で何でもやって楽しいわけではもうない。周りがみんなハッピーになって自分も楽しいっていうようなことを考えていくと、そうすると
あの人によってはそれがあの重荷なのかもしれないけれど、それが喜びにも変わるはずで、そこをどう捉えますかっていうような提案をデジタルとかでは積極的にやってると。なるほど。というようなのが、そう、我々 あのメディアとして社会にこう貢献していきたいこととか、与えたいインパクトとしてはそういうところで、まあ、それが一言で言うと、こういうファンライフメイキングマガジン、まあ、ファンライフをとにかく想像していくっていうのが、あのオーシャンズのミッションかなっていうふうに思っています。例えばその今このコロナ禍になってリモートワークする人が増えたじゃないですか、はい、で絶対例えば出社しなきゃいけないっていう人たちも減ったからこそ、じゃあもうちょっと自分の、まあ、いわゆる、QOL、 自分 その人生をもうちょっと豊かにしようっていう人たちが増えたと思うんですよ、はいはいはい、で日々を、まあ、だから働いてない時間も豊かにしようって思う人が増えて、うんうんうん、海のそばに引っ越してる人って多い気がするんですよね。実際多いと思います。そうですよね、海に限らず山もそうかもしれない。まあ確かにそうですね、もうとにかくどこかにいなければいけないっていう条件っていうのが、ただ解放されたのがある程度、まあ、今だと思っていて、結局は5年先10年先に来ますよって言われていた世の中が一気にこう目の前に来てる状態なんで。でも会社にとってもいいですよね。だって結局移動費がかからないとか、例えばその固定費がね、オフィスがこんだけ広くなくてもいいとか、そうですね、固定費を下げていって、もうちょっとだ自分たちでちゃんとその、まあ、仕事の、まあ、物量だったりとか、量をコントロールしながら、ちゃんとね、やっていければいいってことですかね。そうですね。まあ、まさにでも音楽もファッションも、じゃあ僕らが提案してる海での暮らしとかキャンプとか、あの全部結局はこう持続できる環境とか、あの綺麗な自然とかっていうものがないと、あのその単体だけがあっても成立しないものだけばっかりなんですよね。あのサーフボード持ってても海がもうあのサーフィンできる環境じゃなくなったのでできないので、そうですね、ビーチがどんどんこう削られていって、で砂浜がなくなるとかって言った時に、夏はやっぱり海水浴って言ってももうやれる場所がなきゃもうしょうがなくて、で僕らの世代ならそれがあのちゃんと受けられてますけど、それをじゃあ次の世代にどうあの同じ楽しかったことを受け継いでいくかっていうのは、それはもう世代としてもだし、媒体としてもあのメディアとかエンタメとかがやっていかなきゃいけないことだと思っていて、そういう意味では音楽も多分持つ力っていうのはとても大きいと思うんですよね。まあ、どこでも安く音楽が聴ける、なんなら買わなくても全部聴けちゃうじゃないですか、はいはいはい、だけどやっぱりそれだと音楽もサステイナブルじゃなくなってくる、結局作るためにお金がかかって、はいはいはい、で発信するためにもお金がかかるけど、受け取り手側がお金を払わない文化ができちゃってるから、だからファッション同様、当然ない状態は考えられないけど、かといってサステナブルにどうしていくかって誰も考えてないっていう、はい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 、状況が音楽でも起こっているから、やっぱり直近の問題としては、それも考えながらどうやって継続していくかっていうのを僕らの課題として考えていかなきゃいけないんですよね。ちょっとすいません、突発的に何も打ち合わせもなく、いやノーアリには結構ディープな話しましたよ。本当ですね。で、いや本当ですよ。なんか最初は知らない人があそこにいるっていうところから。すいません。なんかなんでスマホかねこっちに向けてんだろう。いや一応ちょっとさりげなくやってたつもりなんですけど、ね。ええー。これを機に。はい。いやぜひぜひ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。原さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。